おーい、ハイパシア！あれ、誰もいない？もしかして外に食べ物でも探しに行ったのか？オイラ、近くを探してくる！ここにいたのか。あれ、お腹が空いた。寝そうけど、今の状態じゃすぐには食べられないよな。先に外で水を飲ませてやろうぜ。霹靂先陣、天理チョーク、いざ。くだらない。岩山八九、天道ここにあり。雪よ前、
いざ。いや、突然変わったのか？場所だな。一体どうなってるんだ？なあ、どうしたんだ？なんだか不安そうだけど。Thank you.
り人、また会ったな。アビスの使徒だ。おいよ、変な空間、陰謀。踊りなさい。剣女盤石。チョク、律令。雪を前。天理チョーク。岩山八九。百。くらえ。破滅。踊りなさい。止められない。赤吹き。審判。くだらない。狂乱の波は満ちた。全然勝てない。なんでだ。これまでこいつらとは散々戦ってきたのに。旅人よ、これまで数えきれないほどの危機を乗り越えてきたとしても、いずれ運は尽きり、己の無力と弱さを思い知るがいい。妹？ハッハッハッ。姫様はとうにお前を捨てた。お前の存在は姫様にとって目障りなのだ。お前の探す家族の絆などもはや存在しないのだが、もう悩む必要はない。はティナリのお友達だったのですね。ごめんなさい、いいところに助けに来てくださってありがとうございます。それにこんなにたくさんの果物まで。いや、それでオイラたち不思議に思ってたんだぜ。あら、あ、わかりました。ということはきっと私の隣人が来てくれたんですわ。隣人？ここもしかしてあなたも。オイラたちが前見たあの奇妙な生き物をさっきここで見かけたのか。それに変な夢を見た。うー、不思議すぎだろう。でも旅人さんは嘘をついてないと思いますよ。私も同じように人見知りの隣人を驚かせたことがありましたもの。安心なさって、彼らは悪意など持ちません。あなたに夢を見せたのは。ハイパシア、お前の隣人、あの小さな生き物は一体何なの。私も彼らの名前を知りません。ただなぜなら私が初めて彼らを見た時、それはちょうど私の意識が世界樹とつながった日だったのです。瞑想から目を覚ましたあの時、私は流れ込んできた知識のせいで頭がクラクラしていて動悸までしていました。そして突然洞窟の入り口に
小さな姿があることに気づいたのですわ。私は好奇心でそちらへ歩み寄りました。きっと彼は私が近くで動き回るのに慣れていたのでしょう。警戒心は全くなくて、私がひざまずいて彼を見て、それで？そして私は夢をもう二度と現れないと思いましたけど、数日感じるのです。彼は前よりも私を恐れなくなったと。ええ、そうです。すみ、ティナリが用意してくれた、そうだな。わあ、食べたことのない外国の料理ですわ。楽しみです。実は、ティナリが最後に来てくれてから、まともな料理を食べていなくて。E aí galera, beleza? Gostaram desse vídeo? Se você gostou, aproveita e já deixa aquele like maroto aí embaixo para dizer que você gostou do vídeo. Pode comentar bastante, compartilha com o pessoal. E se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí no canal para ajudar a gente. Valeu aí galera, falou e até a próxima!